今日2038年11月11日我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。戦線布告だねこれ。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。カールおじいさんに挨拶来た。カールに会う。正直に言うしかないよね。セキュリティを解除。おかえりなさい、マーカス。まだセキュリティ変更してないんだもんね。切ないよ。マーカスがいつでも帰ってきていいようにっていうことだもんね。誰だ？どうやって入った？カールに会わせてくれ。カール様には会えない。帰ってくれ。へい。頼む。どうしても会いたいんだ。弱っているんだ。会っても話ができるかすら。カール。カール。マーカス、来てくれたのか。ずっとあなたに会いたくて。どんなに会いたかったか。どうした、マーカス。厳しい現実。どうすればいいかわからないんです。このままだと何をしても。もう流血を避けることはできない。世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たんだろう。うん。怒り。人間たちは奴隷であり続けることを拒む僕たちを憎み破壊しようとする。黙って仲間が殺されるのを見てるつもりはない。以前は穏やかで思いやりがあった。今のお前は怒りに満ちてる。うん。怒り。怒って当然じゃないですか。僕は対話を望んだ。なのに人間は愛も変わらず僕らに屈辱を与える。従わない者を殺したんですよ。心が憎しみで満ちている。よく聞くんだマーカス。敵が怪物だったとしても決して自分が怪物になってはならない。僕はただ不公平なこの世界を憎んでいるんです。歴史は勝者の味方だとあなたは教えてくれた。ならば今度は僕の味方にしてみせる。二度と侮辱などさせない。絶対に。すごい。もうマーカスが怒りの権化になって、そしてカールは死んだ。亡くなった。マジか。いや、ショックだったのかもね。このマーカスがこんなことになっちゃって。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。兵隊の指導者を破壊します。
行きなさい。期待していますよ。さあ、3体目だね、コナーは。あ、敵対ハンク。なんでここに来たんだ。いるのか。あ、いた。これはもう直接会いに行った方がいい。心配してたんですよ、警部補。あなたの様子を見に来たんです。別れ。お別れを言いに来ました、警部補。写真。警部補、あの写真はもうしまった方がいい。過去は変えられないんです。でも人生は取り戻せる。あなたのため、コールのためにも。お前と一緒にいればまた信念を取り戻せるかもって思ってた。ところが結局アンドロイドも人間が作った偶像に過ぎないんだよな。身勝手で残酷な話だ。目が覚めたよ、コナ。もう希望なんてないんだな。ええ、説得する。ハンク、僕は。さあもう帰れ。任務でも達成してこい。それしか興味ないんだろう。さっさと伏せろ。敵対ルートだとこういうことになるのか。うわー、マジか。もう これが戦争なんよ。何一ついいことなんてないんだから。していくか。俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。町を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス、みんなを救って。それは救いたいけど、めちゃめちゃ救いたい気持ちはあるんだけど、いかんせちょっと難しいことになってきてる。
生。システムの状態は平気。弾は部品に当たらなかったから、私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動してお願いだから。状況。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って、数時間もすれば俺たちだけになる。生き残る。何人生き延びたんだ。数百人。あとはみんな町中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようと、ついていくわ。愛してるわ、マーカス。ありがとう、ノース。あと女子か。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。ありがとう、ジョシュ。仲間に自分の決断を伝えよう。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている、決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。革命。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。みんな覚悟はできているか。ついに全面戦争になる。わあ、ハンクが命を絶った。今朝6時、全米で外出禁止令が発令されました。この間、民間人の行動を厳しく取り締まり、集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、全てのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在、全ての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。あの大統領閣下、大統領閣下、大統領閣下、あの大統領閣下、
世論。大統領閣下、暴力的な行動を受けて世論は変異体に否定的な見方を示していますが、それについてどのようにお考えですか？変異体は非常に危険な存在であると証明されています。彼らがこのアメリカ社会の敵であることは明らかですから、自分らが必ずや全ての変異体を殲滅する所存です。大統領、大統領、大統領、盗まれた兵器、大統領、変異体、知的戦闘、再払い、変異体、多数の変異体が現在も逃亡中との噂ですが、それについてはまだ確認中ですが、事実だとしても必ずや変異体を取り押さえ廃棄するとお約束します。大統領閣下、リコールセンター、収容所は人間の痛ましい歴史を呼び覚ますのではないでしょうか？極端な考えですね。全くもって何の関連性もない。アンドロイドは機械であって生き物ではありません。我々は欠陥品を破壊しているに過ぎないのです。大統領閣下、変異体のリーダー、変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。どうも、これで終わります。すごいリアルマジで。バス停にたどり着く。最終バスは20分後に出る。あまり時間がないわ。急がないと。話す。大丈夫？カーラ、すごく寒いの。機能オフにする。これで平気。ありがとう。今の行動ができるってことはカーラもあれなのかな、 RA9 になってるっぽいね。ああもう容赦なくやられてるわ。なんとか離れないで、見つからないように通り抜けていきましょう。心配しないで、うまくいくから。殺さないで、何もしてないのに。黙れと言っただろ。他にもいるのか。まるでネズミだな。うようよ出てきやがる。ここで徹夜はごめんだ。オッケーオッケー、そこら中兵士だらけ。慎重に行きましょう。おいこらさっさとしろ。早く拾う、入れ。あそこ見て、ジェリーさんだよ。助けるのは無理よ。兵士がたくさんいるの。置いてくなんてダメ、殺されちゃうんだよ。優しいなアリスは。救うよ。わかった、行こう。なあおい、君たち誤解だよ。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。そんな、やめろ、やめてくれ。これ慎重にね。
し。カーラ助かったよ。命の恩人だ。あの子はどこに？平気よ、隠れてるの。ほら、見つかる前に。アリス。よし。早く。もういいって。よし、行く。よし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 。おいおいおい、早く。 OK、 よし。パスポートはあるけど何が起こるかわからない。別の道はないの？迂回できるけど乗り遅れる。でもそっちの方が安全かも。経路を選ぶ。11分かかんないね、安全な方は。残り時間何分？もう9分59秒だから無理だよ。こっち行くしかないんだ。アリス、何が起きても慌てちゃダメよ。落ち着いて。 ID の提示を。はい。外出禁止令が出てます。やむを得ない場合以外は外に出ちゃダメなんですよ。行き先は？バス。国境を越えるバスに乗りたくて。騒ぎが収まるまでの間、娘を安全な場所に。お嬢ちゃん大丈夫？震えてるな。どうしたの？風邪ひいてて、熱もあるの。いいですか、気をつけてください。変異体がうろついているし、みんなピリピリしてるんです。早く家に帰って。どうも。ちょっと待って。撃つ。でもまあしょうがないの。これは今日2038年11月11日我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。戦線布告だねこれ。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。うわすごい。何あの旗、めっちゃかっこいいんだけど。うわすごい。うわもういきなりか。
見晴らしのいい場所を探す。その何する気だ。いや、そういうことか。マーカスを狙撃すんのか。え、待って。狙撃させたくないんですけど。私はサイバーライフのアンドロイド、あなたの味方です。私なら変異体のリーダーを撃ち殺し、革命を止めることができるんです。銃を下に置いてこっちを向け。最後の警告だぞ。お前を知ってる、コナーだろ。人質事件で交渉に来た。ああ、また会うと思ってた。あの時のか。悪いが、見つけたアンドロイドは全て拘束せよとの命令だ。ああ、コナーも一緒に来てもらうぞ。あなたは分かっていない。コナーも拘束するのか。任務を邪魔させるわけにはいかないんですよ。戦う。いけんのか、これ。こんだけ自由に囲まれてんのに。ああ、自分撃ったからか。すごい、全然わかんないことになってきてる。全然違うゲームになってる。バス停だわ。ほら、アリス着いたのよ。乗れんのか、これ無事に。私たちはチケットを持ってない。ここで足止め。どうすればいいの？あ、マーカス映ってる。マーカス。チケットあそこのルート以外ないんだっけ。保安検査です。あの検査引っかかったらダメなんだよ。動かないで。こっちはチケット見つける。こっちに来ないとダメなのか。オリバーが気に入ったみたいね。あなたの子？かわいいわね。
よし、サンドイッチも買ったし電話もした。行かないと乗り遅れるぞ。チケットはどこだ？私のバッグの中よ。よし、じゃあ行こう。うん、いやどうするこれ。前回はこのチケットでね、国境まで行ったんだよ。アダルトチケット。ごめんなさい、私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。なんでないのよ。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。あー、くそ。すみません、この辺で青い封筒を見かけませんでしたか。あ、バスのチケットが入ってて。忘れてください。返す。これ落ちてましたよ。ちょっと今回は本当にありがとう。返してどうなるか見よう。本当に助かったよ。バスには乗れなくなるけど何かあるだろう。ごめんね、アリス。大丈夫、正しいことをしたの。なんとかするわ。もう何にもないよ、行けるとこ。こっち行けないの？さっき赤いの。あ、行けるじゃん。あ、アダム。カーラ、早く。アダム、ついてきて。あ、ローズじゃない？無事だったのね。よかった。テレビでジェリコの襲撃を見て、私のせいで殺されたかもって。どうしてここが？生きてればここに来るはずでしょ。一軒一軒捜索をし始めたのよ。だから密告される前に逃げ出したの。ああ、なるほどね。国境で検査をしているわ。でも川の向こう側に連れてってくれる人を見つけたの。危険だけど、それしか方法がないわ。あなたたちも来る？いや、もう行くしかないでしょう。ええ、行くわ。じゃあ乗って。わあ、助かった。